はい、トピックその20ですけれども、まあ、水産資源は国民共有の財産というようなことが、まああの言葉としては、ね、よく出ていて、えー、今回のです、ね、漁業法改正の時もですも、ねえー、そういったことを入れるべきではないかという話が出てまして、結局それは入らなかったわけです。でもその後もですも、ね、国民共有の財産ということが、えー、すべきだというような、ね、議論もまだあるようです。 とということでちょっと今日はね、それについてお話あの考えていきたいと思います。まずこの漁業法の法体系というところから、皆さんにご理解いただきたいなというふうに思うんですけども、前提としては、ですね水産資源は無種物であるという前提に立った形の法律が漁業法なんです。で、この無種物であるとですね、民法239条によって、無種物宣戦線、例えば誰のものでもないものは、それを初めてそれを占有した人のものになる。 つまり例えば釣りだったらですね、えー、釣った魚は釣る前は誰のものもないわけですが釣った瞬間に、えー、釣った人のものになるこれが虫物先生の考え方ですね、まあ、だから漁業も、えー、海の中で魚を取ったら取った人のものになるこういったものが、えー、基本的な考え方にあるわけです。 で最高裁判決をちょっと見ていきますとです、ね、公共用水面は一般大衆の共同使用に属して、国の直接の広報的支配管理に属するのであるというふうに言っているわけです。でこれははつまりです、ね、漁業法で要は 誰のものかというのは無私物なのでそれじゃなくてそれを取り方それをどう使用するか海のどう利用するかということについての規制を決めているのが漁業法だとこういう法体系にまずなるということですねで共同漁業権例えば見ていきますと組合員公私権と言いますねで許可漁業員は許可を受けた者が再捕するつまりこの、ね、さっき言った行為に関する規制なんですね で、これも調整費を再保してはならない。漁獲割り当ても割り当て以上に再保してはない。ですから海の、海自体が私のものだとか、ですね、海の魚が私のものだとかですね、そういった体系にはなっていないで、あくまで海の中にいる魚は無私物という扱い、つまりえ国民共有の財産という、ね、形ではないということです。とするとですね、あの次ですね、水産資源は。 えー、国民共の財産についての問題点ですね、でまず、財産ということを持つ意味がです、ね、非常に曖昧だというふうに思います、もしこの財産というのは所有権ということになると、ですね、まあ、この漁業法の今までお話ししたような、えー、無し物先生の法体系が根本から崩れるということになりますので、えー、もしこういうような、えー、法体系をするんだったら、漁業法もです、ね、全く違う形にしなければ、まずならないということになります。 次です。まず水産資源は国民共有の財産というんですけども国民だけの財産とするのは困難ではないかというふうに言いますつまり例えば漁獲割り当てた大種で考えると現在日本ではです、ね、サンママアジサバマイワシスルメイカつケトウザラズワイガニクロマグロ 習っているわけですけども、まあ分かりやすい言葉で言えばクロマグロとかですね、あとサンマとか考えていくと、えー、要はいろんな国が取ってますし、日本の領海だけにとか、あの排体経済水域にだけではなくて、航海にもいるわけですね。で、そういったものを日本国民だけの財産というふうにですね、規定するのはこれは、えー、絶対にできないというふうに思いますので、えー、国民共有財産と 言うではなくともし言うんだったら人類共有の財産といいいううべきではないかというふうに考えましたで次はですね国民共有の財産ともしした場合にですね現在の法体系見ていきますと、ねえー、今度は漁獲割り当て制度の導入を、えー、我が国はしていったわけですけども、えー、これもですね許可もそうですけども あの特に許可料、免許料とかで割当料という、ね、料金に取っているわけではないです。ね、国民共同財産を国が個人無償で与えたりしていいのかという問題がまずあるというわけで、今言ったら料金を共通すべきとならないだろうか。しかもです、ね、割当や許可を与えられたものがです、ね、その権利を勝手に売買できるわけですね。割当の売買もできますし、許可の売買もできる。そういったものを えー、していいのかこれ国民共有の財産というベースに立つとです、ね、この辺が非常におかしくなるんじゃないかなというふうに私は思いましたで、えー、次はですね水産資源国民共有の財産についての水産省職員の見解というのをつってお話をしていきますもうこの座談会平成の漁業制度改革下の P16 ページなんですけども、えー、この方がですね 漁業の法律に水産資源が国民共有の財産である旨を明記すべきという主張されている方が一部にいて、それを書かないと漁業法改正には意味がないという趣旨のことをおっしゃっていたと聞いています。私が水産庁からいなくなったらとも、同じような議論が繰り返されているようです。しかし法律論的に言えば、水産資源が国民共有の財産と書こうとすれば、 持ち分とか分割請求とかいった問題が出てくるわけです国民共有の財産であるという主張されている方も別にそういう方学の問題に取り組みたいと思っているわけではないでしょうまた例えば私が今赴任しているドイツでも天然の状態にある水産資源は無種物という位置づけですが欧州連合の共通漁業政策に基づいて資源管理を行っています 水産資源は国民共有の財産であると書かなければ何かが実現しないわけではありませんしむしろ本気で検討すればするほど共有とは書く必要がなくなってきましたというようなです、ね、お話をしているわけですねですからこの水産資源は国民共有の財産とすべきなのか、まあ、非常に耳障りのいい言葉 でではあるわけですけすども、そこを一歩ですね、深く考えていた時に漁業法の規定としてですね、水産資源は国民共同財産と書くというのは適切ではないのかなということについてお話をしていきました。